前田かかし明治37年7月20日は、日本の政治家、自由民権運動家、衆議院議員、夏目漱石の草枕に登場する、四方伝の隠居のモデルである。日後国玉名軍商店村の豪族、前田おもんみんの第三子として生まれる。陽名を一角、長じて、角之助を名乗る。武術に優れ、槍の名手と言われ、25歳で、 日後藩子となり、細川家の創術指南を務める。1877年、富岡高明県令から、熊本県第七大区長に任命。商店村の男子を集めて、人民保護隊と名付け、西南戦争に際しては、中立党を設けた。1878年に商店の山麓に温泉を、発見し、別荘を建設、犬海牧道、植木江森、 中江町民、東山光るなど、多くの活動家が訪れた。1890年7月1日、第1回衆議院議員総選挙熊本一区当選。11月20日、笹友夫お木下助の、古昇家門、東山光るらと、国民自由党を結成。1892年2月15日、第2回衆議院議員総選挙に立候補せず、引退。 1901年、長男の選挙準備をきっかけに、子供たちの間で、財産分与に関するかいが起こり、翌年裁判沙汰となる。財産分配は、本家六、隠居四と決まり、かかしは別荘に移り、他は分家となった。同年、本家が消失、次男病死。1904年7月20日死去。ありがとうございます。